ゴミ箱にはゴミが集まる、宝箱には宝が集まる。じゃあ俺はゴミ箱やった。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキルティーチャーのミスターおかっちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは周りの友達から大切にされる方法です。だから嫌われるね。大ちゃんとはもう遊ばへん、あっち行って。小学校時代の俺はそんな感じでした。誰も話してくれへん、誰も遊んでくれへん、誰も大切にしてくれへん。なんでいつも俺はこうなるねんって、なんでいつも嫌われるねんって、わからんかった。めっちゃ悲しかった、辛かったんだよ。でもな、大人になってなんでそうなっていたか分かってん。アメリカの大学で勉強して1万人以上の子供たちと向き合ってきて分かったんだよ。周りの友達から大切にされる方法、今日はそれを伝えたいからマイクを持っています。この話を聞いてくれたら友達ができるし、友達ともっと仲良くなるし、みんなから大切にされる。だから最後まで聞いてください。なぜおかっちが小学生の時みんなから大切にされへんかったのか、その理由は俺がゴミ箱やったから。もう一回言うよ、もう一回言うよ。みんなが大切にしてくれへんかった理由、それは俺がゴミ箱やったからやね。どういうことかわかる？わかりやすく説明するよ。ここにゴミがあります。汚いゴミがあります。ゴミ持って、持って、持った OK。 そして目の前には2つの箱があります。色も形も大きさも全く同じ2つの箱。でも1つの箱にはゴミ箱って紙が貼られていて、もう1つの箱には宝箱って紙が貼られています。じゃあね、その目の前のゴミ、そのゴミをどっちの箱に捨てる？どっち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 ？もちろんこっちでしょう。ゴミ箱って紙に貼られてるこの箱に捨てるよね。それはなぜか。ゴミ箱って書いてるやん。ゴミ箱って書かれてるから、この中にはゴミが集まってくんねん。そういうことやろ？ゴミ箱にはたくさんゴミが集まってくる。おかっちがゴミ箱やった。だからゴミが集まってきてん。ひどいこと言われんねん、ひどいことされんねん、キモいわ、あっち行けや、お前と遊びたくないわ、誰も話を聞いてくれへん、僕の居場所はなかったよ、みんなから嫌われて、みんなからゴミ扱いされるねん、誰も大切にしてくれへんかった。じゃあな、こっちの宝箱って貼られてる箱やったらどう？こん中にゴミ捨てる？捨てへんよね。そうやね、ゴミ箱とは全く逆のことが起こるねん。いつもありがとう、大ちゃんがいてくれて助かるよって、みんな優しくしてくれんねん、大事にしてくれんねん、俺の話を聞いてくれんねん、友達になってくれんねん、一緒に遊んでくれんねん、褒めてくれたり認めてくれたり、一緒に喜んで一緒に泣いてくれる、励ましてくれる、そして一緒に走ってくれんねん。不思議やろ。同じ箱やで、貼ってる紙が違うだけで集まってくるものが全く変わってくんねん。これはな、人間でも全く同じことや。自分のことをゴミ箱やと思ってたらゴミが集まってみんなから大切にされません。自分のことを宝箱やと思ってたら宝物が集まってみんなから大切にされる。これだけの話です。じゃあどうやったら宝箱になれるのか、今からそれを教えます。宝箱になる方法、それはあなたがあなたに宝物をプレゼントする。あなたの心の箱に宝物を入れるんだよ。毎日一つ。宝物とは何か、簡単や。自分の心が喜ぶこと、今日も頑張ったねって、頑張った自分を褒めてあげる。宿題全部終わったやん、よくやったやんって、できたところを認めてあげる。あ、シュート入るようになったねって、自分のいいところを見つける。そして、頑張った自分にご褒美をあげんねん。今日頑張ったから恐竜図鑑をたくさん読もうっと。
そんな感じや。とにかく自分が喜ぶことを言ってあげる、自分が喜ぶことをやってあげんねん。自分で自分を大切にする、宝物のように。そうすればあなたの心の箱には宝物でいっぱいになる。宝物でいっぱいになった箱、それは宝箱やん。宝箱には周りの人はゴミ捨てへんやん。みんなが大事にしてくれんねん。みんなが大切にしてくれんねん。宝物のように。ゴミ箱になる方法は簡単やん。自分なんて無理、自分なんていいところ一つもない、自分なんて嫌いやって、自分の悪いところばっかり見つけて心の箱に悪いものばっかり入れんねん。ゴミをたくさん入れんねん。ゴミがたくさん入った箱、それはゴミ箱やん。だからみんながゴミを捨てんねん。みんなから大切にされへんねん、大事にされへんねん、バカにされんねん、嫌われんねん。おかっちがそうやったからわかる。みんなにはそうなってほしくない、あなたにはそうなってほしくないの。あなたがあなたを大切にすることで宝箱になれる。あなたがあなたをバカにすることでゴミ箱になれる。そう思えばそうなるね。そう思えばそうなるね。思うだけでいいね。自分が宝箱なんだって紙を貼るだけ、紙を貼るだけで宝物が集まってくる、大切にされるようになんね。あなたがあなたを好きになるのに理由なんていらん。あなたがあなたを信じるのに根拠なんていらんねん。頭が良くなくても足が速くなくてもかっこよくなくても関係ない。ただ思うだけ、思うだけ、それでいいねん。俺は、私は、僕は宝物なんだって、宝箱なんだって、ただ思うだけ、それだけでいいねん。だから毎日自分の心の箱に自分が喜ぶことを言ってあげる。自分が喜ぶことをしてあげる。自分で自分を大切にしてあげる。そうすればあなたの心の箱が宝物でいっぱいになって、もうそれはあなたは宝箱や。わかる？あなたがあなたを大切にするから、周りの人があなたを大切にする。俺は、あなたがあなたを大切にして毎日楽しく生きることを心の底から応援してます。はい、ということで今日のテーマは周りの人から大切にされる方法を紹介しました。そう思えばそうなる。自分は宝箱なんだって、そう思えば宝箱になってみんなから大切にされる。だから毎日自分のいいところを見つけて、自分が喜ぶことを言ってあげて大切にしてください。そうすれば友達ともっと仲良くなって周りの人から大切にされるからね。はい、ということで、ちょっとでも元気が出たなとかためになったなって思う方がいたら、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。普段このチャンネルではとにかく生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信してます。よろしければチャンネル登録お願いします。あと一つ告知です。2020年9月に生まれ持った才能や魅力を発掘するアウトプット型のオンラインスクール、天才性発掘プロジェクトを始める予定です。興味がある方は概要欄に SNS の一覧を貼っておきますので、そちらからご確認ください。はい、以上です。ということで、皆さんワンダフルな一日を。さよなら。そう思えばそうなる。